吉田さん、今ね、速稼塾の第一期生からメッセージが突然来てね、稼げるウェブコンサルタントになったみたいです。なんかすごくね、苦境を過ごしてきたんですけども、なんか這い上がって今は結構男前になってるみたいですね。で、片や第一期生で参加して全然稼げないばかりか、なんか詐欺みたいなことやってるやつもいるんですよ。まあ、破門しましたけどね。破門っていうか絶縁に、本当にね、辛い腰というかね、まあそれは言ってもしょうがないんですけども、まあ10年ぐらい経つと本当様々ですよ。初志を貫徹できるものと、あとね、歪んでいったものと、何がお前をそうさせるんだ、稼げればいいのかね、人様の役に立って、それで堂々とお金をもらう、そういうことしてても批判を浴びるのに、真っ向から意識して騙してお金踏んだくって、まさにマトリックスアフィレスじゃないかっていうところですけどね。困ったもんです。まあやるにしても、やっちゃいけない方向でやっちゃダメですよね。うさぎと亀の話もありましたけども、亀が結局勝つんだと、うさぎは寝てたんだよでね、何を言ってるんだって感じですけどね。はい、あ、こんなメッセージです。でも一時期はかなり落ち込んでうつ気味だったとか、約10年経って笑い合える仲になって嬉しかったです。初回速稼塾開催をしてくださったおかげです、というふうにメッセージ来ました。感動じゃないですか、ね、私も速稼塾やってよかったですよ。何人の人生を長きにわたって救っているか、その責任を今喜びに変えてますね。本当によくやってくれました。おめでとう、花開いたぞ、こっから一生金に困ることはない。いってらっしゃい。